北区柴田の阪急電鉄大阪梅田駅構内下の木沢橋に併設されたショッピングセンターである。地上部分もあるが、形式的に地下街に近い。地下に人工の川があることで知られる。1966年2月、第1期工事が着工。 日本万国博覧会開幕を控えた1969年11月30日、現在の阪急梅田駅の拡張一区と共に、川が流れる街をスローガンにして開業した。水野と大阪にふさわしい北の新名所として、地下に人工の川を建設することになった。開業当時は、トレビの泉にあやかってか、この川や池にコインを投げ込む客が相次いだ。 3階が駅のプラットホームでその下、地上2階から地下2階にわたり、さらに1階部分で間を通る道路を挟み南北に分かれる。1971年11月28日、第2期工事が完成し、地下に人工の滝が作られた。1973年11月23日、第3期工事が竣工し全館が完成した。 1984年に開業15周年を機に大改装が行われた。同年11月30日、専門店街、ホビーステーションが開業する。1990年春に開業20周年と花の万博開催に順じての改装が行われた。各フロアごとにテーマ別に名前が付けられそれぞれ多数の商店が並ぶ。 2017年4月27日に北建リニューアルオープン。入場制限を行う店舗も現れた。また、生きた建築ミュージアム大阪セレクションに選定された。地下部分で梅田の他の地下街や地下鉄梅田駅などと接続している。地下2階には北建と南館を結ぶ連絡通路が東西に1本ずつ。 合計2本ある。また同じ阪急グループの商業施設である、大阪新阪急ホテルや阪急ターミナルビル、同じ阪急梅田駅高架下の阪急カッパ横丁、阪急古書の町も隣接する。南館地上1階の西側には、北向地蔵村が祀られ、そこから北側に伸びる通路や商店には、地蔵横丁通りの名称が付けられている。元は、 明治時代の大阪駅の敷地から1893年に偶然掘り出された自然石彫りの地蔵菩薩像で合わせて仏道も混流されたが阪急三番街の建設とともに現在の敷地に移された阪急プラザ劇場はかつて阪急三番街北立一階にあった映画館東京の新宿プラザ劇場と並ぶ ディメンション150方式の大型映画館として1969年11月30日、同センターの開業と同時に開場。座席数は910席。全席指定の入れ替え制を導入していた。開館番組のウエスタンを皮切りに、ゴッドファーザー、007死ぬのは奴らだ、キングコング、オーメン、ミツとの遭遇。 スター・ウォーズ等東方洋画系のヒット作や大作を上映したほか、風と共に去りぬ、天地創造、モダン・タイムスなど名作映画の上映も稀に行っていた。15年間で187作品を上映してきたが、観客の減少により3番街の改装と共に1984年5月31日をもって閉館となった。改装後の跡地は専門店街。 ホビーステーションの一部になり、キディランドと、上新電機が入居した。上、新電機撤退後は湯沢屋が進出した。1階、水族館通りには1984年から入館料無料のかわいい水族館が、阪急三番街の15周年記念事業として設置されている。ショッピングモールの通路を利用。幅約3メートル。 高さ1.5メートルの6基の水槽に150種2000匹の規模で沖縄県の八重山諸島や南太平洋の珊瑚礁から運んだ熱帯性海水魚や淡水魚などの熱帯魚が元になっている。20歳以上生きている魚やレッドテールキャットなどがいる。飼育は熱帯魚店、トロピカル水槽魚園、上田が担当し、餌やりは1日3回、週1回、 ダイバーが清掃し、展示を変更する。日本中の水族館を見て回った、中村元が、全国唯一の通路水族館としている。通路のリニューアルにより2016年8月31日を、もって、閉館となった。飼育されていた魚は閉館後、全国各地の水族館に移籍する予定という。北建リニューアル後、跡地には、レゴのピースで作られた。 甲子園球場、阪急梅田駅、真田信主など、オブジェ博物館が設けられた。1階の南北分断する道路に面して高速バス、乗り場が位置している。ありがとうございます。